皆さん、梅雨の時期がやってまいりました。梅雨といえばそう、湿気ですね。金玉の裏とカードが湿ってくるコレクター泣かせの季節でございます。そこでね、今回私、防湿庫を購入しましたのでね、その紹介とね、ついでに中に入ってるね、コレクションも紹介したいと思います。うわっ、どんなもんじゃない。うわー、どうだ、エレイズ2ツブジャーン。はい、まずね、こちら Amazon で購入しました北斗のね、防湿庫でございます。だいたい2万円ぐらいでしたね。これはこの大きさだとね、なんか大きさがね、これいろいろありまして、何リットルとか何リットルとか何リットルかあるんですよ。まあその自分のね、コレクションのね、数に合わせて、まあそれはセレクトしてください。僕はですね、これ50リットルのサイズを買ったんですがね、正直ちょっともうワンサイズ大きいのにすればよかったかなとちょっぴり後悔をしておりますね。はい、まあちょっとね、お値段もまあ高くなっちゃうので、大きいのにするにつれて、まあまあまあ、それはまあ皆さんのね、コレクションの規模に合わせてお選びください。まあこれね、本来ね、カメラ用のね、ものなんですよ。防湿庫っていうのは大体カメラのレンズとかね、あれも湿気に弱いので、まああれを入れるため用の防湿庫なんですが、全然ね、このようにカードを入れても全く問題ないものとなっておりますのでね、これはですね、かなりおすすめですよ。このように綺麗に、カードもね、入れられるのでね、ちょっとコレクションっぽくこう、ほんとなんか展示品のようにね、できますのでね、非常におすすめでございます。これ今湿度がね、だいたい今 40% なんで、ただね、だいたいカードのね、適した湿度って 40% から 50% とされてるんですよ。ただこれがね、どんどん上がっていくとカードが湿っていってね、状態が悪くなってしまうので、そこでですね、ちょっとじゃあこちらのね、防湿庫をちょっと開けてみましょうか。どれぐらいね、湿度がすぐ上がっていくかという、すぐカードに侵食していくかという様をね、皆様にご覧いただきたいと思います。はい、ほらね、こちら爆上げでしょう。これ一気に 46% まで上がりました。これほんとひどい時は一瞬で50とか60いきますからね。50、60喜んで状態になりますので、この時期のね、湿気の恐ろしさがね、分かっていただけたかと思います。はい、まあただね、こちらあの保湿機能がついてないので、そもそもの庫内の湿度がなんか 30% とか低すぎる時に、設定湿度を 40% とか 50% にしても、あの湿度は上がっていかないので、そこは注意してください。まあだからそもそも低すぎるっていう時はちょっと高めに設定湿度するとかね、そういう感じで、うまくやってください。はい、これ防湿庫のね、これここでね、このタッチパネルでね、このタッチパネルで操作できるんですよ、この防湿庫は。はい、こっからね、これ一番左、これがね、現在のこの庫内の湿度ですね。湿度 42%、 今 43% に上がりました。で、今ここランというのがつきましたけどもね、僕設定温度、設定湿度を 40% ぐらいにしてるんで、42% かな、多分 42% にしてるんで、今43に上がっちゃったんで、今ラン、湿度を今下げてますよっていう、この防湿庫なんで仕事を始めましたというランプですね。これがついてるときは多分今湿度下げてますよみたいな、こう意味だと思います。で、ここ今これね、ランプ電球マーク、これ今ね、これ消えるんですよ、こんなの電気がピッピついて。で、この中がね、これまあ光ってた方がね、やっぱコレクションも映えると思うんで、光ってた方がね、やっぱりいいでしょう。まあただあんまりね、光をカードに当て続けるのも良くないんで、まあ普段は消しといた方がいいかなと思いますね。まああと言うならば、もうここ全面になんか僕はいつも黒い布みたいなのねつけて、光にも当たらんようにしております。で、ここはね、湿度を設定するときに使うやつなんで、で、湿度の設定がこれ、セットね。ちなみに今これ外気の気温ね、これ30度です、今。この部屋30度です。爆発いです。湿気大国日本。出国しましょう、皆さん。こんな国は早く。はい、湿度設定していきましょうかね。これセットしたらね、これ点滅するでしょ、これ。点滅して、で、ここで、設定湿度変えれるんですよ、これ、こうやって。だいたい 40% か 50% かね、カードの他に適した湿度なんで、まあ、40% にしていただいて、セットをしたら、
その 40% 目指して今、ランマークがついてね、今、43% なので中が 40% 目指して湿度を取り除いてくれるよという、くれるよという、そういうあれですね。はい、じゃあね、これとりあえず中見ていきましょうか、これ。がっつりこうね。はい、こんな感じでね。三段目、道から三段目まで入れております。カイジの三段クルンバリに。基本的にね、まあ一軍のカードばっかり入れてるはずなんですけどね、こういうケースの中に。んで、まあちょっとこのケースに入りきらんけど、一軍っていうカードをまあ、この上の方に置いてますね。これは、クリトルのね、ファーストボーン。シリアルもあるんでね。169キロ投げるんですよ、この人。いいんじゃないでしょうか。ということでね、あーっと、これは、すいません、これは。がっつりビキニが。わあ、まあ、そういうカードですわ。で、ヨシオカとかね。で、これは、まあ、ルークリトルのファーストボーマンと、ああ、これはね、AV ジョイのワンオブワンですわ。まあ、こういうカードとか、ああ、ええやん。またモザイクさ。で、これが、末からね、ルーキーサインカード。まあ、本当はね、これも、こういう感じで飾りたいんですが、ちょっと場所がないということで、もう少し大きい防湿庫買えばよかったなという。後悔ですね。で、ティームアンダーソンのね、今、首位打者じゃなかったっけ今、でもそれに近いぐらい、かなり高打率を残しております、今シーズン。で、まあ、この辺にね、この一軍と書いたね、このしっとり入れた、この完全密封したこのケースにね、こういう一軍のカードがね、入ってますよ、こういう。これ後で紹介しますんでね、まとめて。んで、さらにここにね、ちょうど1枚ファイルが入るぐらいのね、スペースもあるわけですわ、スペースも。はい、このファイルは、ああ、あれですね、カープのルーキーの選手を、ボンボコボンボコ入れてる感じですね、田村とかね。末金ももちろんね、ここにいるんで。はいはい、ルーキーエディションとかね、その辺のカードが多分、ああ、地引きしたやつがね、入ってますね。ナックルボーラー坂田とかね。で、あと、タツコータのね、このルーキーパラレル、BBM ファーストの、しかもね、16番でしょ、背番号が。シリアルがね、ジャージナンバーなんですよ、ジャージナンバー。で、この辺のね、ルーキー。まあ、松川とか、隅田千尋とか、まあ、慶運の、野口とかも頑張ってるしね。池田も憎んで、頑張って。で、これ、地引きしたやつですね。25シリだったかな ?50 か。50シリで、こっちが25シリ。これ、クロームですよ、これ。杉谷、小林、マイクは使えてこんかな。で、この辺のね、まあ、地引きしたやつです。これ一箱でよく出たな、この辺の。熱いカードが。まあ、で、佐々木朗希。で、早川、渡辺健人とか、この辺ドライチのね、やつか、とカープももちろん、栗林もルーキーカードですからね、これ。で、小葉達とか、牧とかね、高橋宏斗とか。で、あとはまあ、こんな感じのファイルがね、入ってましたと。そう。これもまあ一軍なんで、これもまあ後で紹介します。一軍つってもまああれだ、鑑定品とかちょっと大きめのサイズのやつとかですね。八村塁とか、吉信のね、PSA 鑑定品。まあ鑑定品とかちょっと大きめのやつがね、入ってますね。栗村もね、栗村。ちょっともうご覧くなっちゃうけど、聖夜と一緒にやってるとこ見たかったけどな。で、二段目がね、こちら。でででででで。いやー、どうですか、この、私のこのコレクションは。まあ、大谷でしょ。これがやばいカードですよ、これが。僕20万ぐらいで買いました、これ。これは10万ぐらいでしょ。もう大谷にも30万。飲まれてるんですよ、もうコンコルド効果ですよ。もう大谷に30飲まれた。じゃあ、もっといい大谷吹かなきゃ。頭おかしくなってるんですよ、大谷で。で、次よもね、ちょっと。いやー、今年はな、結構打席数もらってるだけ、ちょっと。いやー、でも俺はまだ信じてる。で、中村家のこれね、カートンケースヒットなんですよ。内引きしたんですよ、がっつりサインからのこの30シリ20シリから素晴らしいんじゃないでしょうか。よくね、奥にはね、あのメジャーリーグの MLB のカードのねケースの一軍のやつに入れてありますんでね。で、3段目がディー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 。はい、3段目がね、ノリのメモラとグローリーのね、地引きしたやばいトリプルメモラビレですね。栗林、牧、サトテルのトリプルパッチ、お化け。で、これあとちなみにね、これこうやって引けるんですよ、これ。こうやって引けるんで、ちょっと奥に物入れたい時とかね、これ引いて出してあげたら、まあ、
んーで、まあこの辺は多分入りきらんカードたちをちょっと置いとる感じですな。ほら、ボルメテスホワイトドラゴンとかね。あと大谷とか聖夜のトップスナウ。マグホに入れたいけど、ほんとちょっとマグホがそんなことしたら足りんのでね。まあこのあとエポックはね、佐々木朗希とか。ほら、ボルメテウス武者ドラゴンもね。で、ボルメテウスホワイトドラゴン。で、ジョンソンのルーキーパッチ。で、なぜかドナルド・トランプの PSA 級。どんな剣士かな。で、もう一山がね、大谷の花巻東の時のルーキーカード2枚と、大谷のルーキートップスクローム。で、タティスのこれショートプリントです。これ PSA 出そうか迷ったんですけどね。ちょっとお金が。で、ザキナカのね、復活の守護神のはずだったけど、ちょっと今2軍でまた調整してね、再び輝いてくれるはずです。で、吉田正尚のこれは買ったやつですな、これは。サインがね、今もう吉田になっちゃったんで、ローマでの。今これ変わったんですよ、形が。新しい形の正尚のサインも欲しいね。で、これは、あ、ブランドの、これがね、ゴビジビキしたやつで、お尻のルーキーカードですよ、お尻の。30本打つセカンド。ブランドン・ローですね、これ。で、これがジョシュ・ローですね。同じローが2人で紛らしてるんですよ。レイズはローが2人いるんですよ。で、もうね、これジビキしたやつですね。で、このスコット2枚はね、もう完全にもう、うん、なんでもないです。で、これのね、この3段目の一番奥にね、なんか、見えるでしょう、あの、あれが。あれでなんか湿度を管理してるんで、あれの前にあんま本当はあんまり物を置かん方がいいらしいんでね。はい、じゃあ中に入ってたね、僕のこの一軍のねコレクションちょっと見ていきましょうか。がっつりね、こう、まあ、なんかこんな感じですね。まずは黒田のね、ヤンキースの時のパッチカードです。しかも3尻の3ということで、これ。これお気に入りですね、これ。5000円ぐらいで買ったんですよ。これいいでしょ、これ。黒田のね、サインカード僕持ってないんで、ね、いつか当てたいんですよ。黒田のサインって全然入ってないよな、トップスの。ほどのボックス買っても。入ってるやつあるんかな？あったら買ってぜひ当てたいんですが、ぶち抜きたいです、ね。で、これはね、私が、カープのスターズ&レジェンズをね、配布した時に GBK した大道のね、ワンオブワンルーキーサインカードです。このホログラフィックに光るこの。どうですかこれは、本当にもう。これはもう、初のワンオブワンということでね。上がりに上がりましたね。で、これも GBK したんですよ、これ。北良斗とね、山下俊平ターのね、ルーキーパッチサイン、パッチカード。サインは入ってないけど。素晴らしい引きでしたよ、これは。15尻の15ですからね、これ。これ、なかなかいいカードを引かせていただきました。はい、で、残りはね、だいたい鑑定品ですね。大きめのやつがいっぱい入ってます。これはなんか、マイケル・ジョーダンのなんかかっこいいんで買ったやつです。なんか、2000円ぐらいで買いました。かっこよくない。ただただかっこいいっていうだけ。で、吉信のね、金コレでも紹介しましたが、吉信の PSA7 ルーキーカード。裏側のね。いやー、若々しい。なんか、98年の8月17日生まれってこと、俺の1個下だな。1個下で、年収が3億4億。家庭僕はブラック企業で、まあいいや。あまり考えたら悲しくなってくる。で、八村塁のね、ルーキーカードの PSA10。俺の初めての PSA10 って言うんだな、これは。うん。で、クリブラのね。トランシデントっつって、なんだトランシデントだったっけ、なんか、なんだったっけ、トライフォースかトランシデントかなんか覚えてないけど、リカルデンとか、なんかそんな感じの名前のトップスのね、最高級ブランドがあるんですよ。それのね、クリブラのね、もうカブスに、今はいませんけどね、聖夜と一緒に見たかったけど、25尻のサインカードの 9.5 点ですね、BGS の。なんか、BGS っていつもこの辺にね、なんかコーナーとかセンタリングとか点数出るはずなんだけど、これはどういう、あれで、鑑定に出したのか分かりませんが、ね、これはお気に入りの一枚ですね、これは。で、新庄のね、BBM、ジェムミント、ミント、これも PSA10 点です。ダイヤモンドヒーローズです、これ。輝き方非常にいいですね、これは。顔もあんま変わってないよな、今と。まあ、今は間違いなくちょっとやっとるだろうけど。で、ダルビッシュのね、ルーキートップスクローンカードの BGS 発見。なかなかええやろ、これ。で、佐々木和弘の、これ、これ何だったっけこれ。ボーマン、そう、ボーマンクロームのね、
PS9。 これはなんかいいなと思ったんで、かっこよくない？このサインもね、これ直筆じゃないけど、この箔というか、とてもいいデザインだったんで。で、ジップヒットのね、ディリクジーターのね、あ、これ下はディリクジーターじゃなかった。ディリクジーターの PS9 と、モンテハリソンのなんか、カード集め始める時期に、とりあえずファーストボーマンで、サインで、鑑定品が、ええんやろみたいな感じで買った一枚ですね。モンテハリソンはちょっとまだ出てこれてなさそうなので、まあまあ、密かに僕はね、応援しておりますので、頑張ってください。はい、じゃあもう一個のね、マグホでギチギチの一軍のボックスの方も見ていきましょうか、これ。はい、まずはね、僕の一押し、ルーク・リトルというね、まだ21歳ぐらいのね、ピッチャーのファーストボーマーのサインカードですね。はい、これはですね、なぜこのピッチャーを買ったかというと、169キロ出します、左で。169キロです。もうチャップマンです。いや、僕、球速とかね、パワーとかある選手大好きなんですよ、こういう。169って。ロマンしかないやろ、ロマン。で、同じく、ルーク・リトルのね、今度はね、250シリーズです。250シリー。パラレルです。それぞれ揃いとります、ルーク・リトルは。で、エンゼルス守護神、ライセル・イグレシアスのね、トリビュート、トップストリビュートの50シリーのね、パッチまでいかんけど、まあ、ジャージ、メモラサインですね、これ。かっこいいな、結構がっつり書いてくれてね。まあ、レッツの時のなんで、聞いて言えばエンゼルスの時の欲しかったけど、まあ、それ贅沢というものでしょう。で、これ地引きしました、これは。ジャレド・ケリニックというね、この、マリナーズ期待のね、若手プロスペクト。去年上がって、まあまあ、頑張っとったけどね、今年はちょっと、だいぶ苦戦しとるみたいで、でもマイナーでは結構打ってるんでね。ただ、マリナーズは今、フリオロドリですね。J ロットがね、J ロット。上がってきたんでね、超トッププロスペクトのこいつ以上の。アベマで見ました、僕、MLB スタジアムで。J ロット、メジャー昇格の瞬間みたいな。なんかスターになるポテンシャルしかないみたいな、なんかね。まあ、そいつに負けずに頑張ってください。はい、で、これはね、これも地引きしました。トラウトのね、このオールスターゲームパッチの50の30、50シリーズです、これ。これなんかいいよな。これにサインとか入っとったらもう、やばいよ。もう仕事辞めれるよ。多分これ一枚で。で、山本由伸のね、この、サインカードです、これ。これは多分、5、6万くらいするんじゃないかな。30の10ということで。ちょっとね、これどっかの隅にね、欠けがあるんよ、これ。ちょっとね、これだけちょっと、もったいなかった。そして、ラーオーのね。おい、なんか、ラオウ、格変だな。やっぱり一年だけだったな。あいつとか言っとったやつら、息しとるか。言ったろ、上げてくるって、ラオウは。まぐれで3割30本が、打てるわけなかろうもんよ。30の24。ラオウのサインいっぱい欲しい。そして、グッチのね、僕の大好きな。最近ね、上がってきてオリックス戦でね、スタメン出場してタイムリーを持つというね。で、しかも、足立がね、坂口がオリックス時代にいた時の登場曲で、出てくるというね、あの胸やつシーン。グッチはね、まだまだやれるんでね、高津監督もっと使ってください。グッチを138シリ。で、このグリエルね、ハマカー、フェニーズーカレーって、美しい。で、咲き誇るグリエルでね、おなじみのね、世界変える男、ユリ・グリエルのね、去年の首位打者ですよ、のサインカードです。これ、地引きしました。これ、シリアルないんか、これ。あるんだと思ってはい、そしてね、これはつい最近地引きしましたね。ムクの綺麗のね、オリックスドライチ。今年のドライチのね、サインカードです。まさかサイン未確定の箱から引けたんで、嬉しさもひとしおでしたね、これは。あーっと！そうか、これも入れとったわ。三上雄ちゃんのね、直筆サインカードですね、これちょっと。あー、もう裏見した、これまたモザイクがめんどくさいのよ。後ろには髪の毛も見えとるし、これ。これね、毛って書いてあるでしょ、これ毛って、これ。これ髪の毛なんですよ、これ。これ髪の毛、陰毛ではないですよ、決して。10シリです、ちなみにこちら。10シリ。ああ、なんか、違うのが見えた。10シリです。素晴らしいでしょ、これ。でもこの辺10時半に当たったカードかな。ちょっとモザイクがめんどくさいんで、バーっと。よし、これで通常に戻った。それでマウントキャッスル、今年。マウントキャッスルのね、ルーキーのサインカードです。これ5スターで僕が当てたんでね。はい、そして、マリナーズ岩熊のね、直筆サインです。これ、ミュージアムコレクションつってね、今度僕これ開封するんで、まあ皆さん楽しみにしてください。地味にね、日本人のメジャーリーガーのサインカード何本あってもいいですからね。さあ、これは1枚でいい。
で、前系のね、これダイヤモンドアイコンズって言ってね、めちゃめちゃかっこいいデザインのやつでね、ほんと足指じゃなくて投げとるとこの方が良かったんだけどな、赤インク、カープの赤でね、10シリのサインカードです、前系。で、何話の号砲 T-Rex も。やっぱこのプレミアエディション、パリーグプレミアエディションっていうボックスから出るやつですね。これはシリアルあったか ?25 の20ということで、55シリにしろ、T だったら。で、オリックス守護神。今年がまさか、キャリアハイぐらいの防御率の、今1点台だしな。このおじさんすごい元気。さあ、そしてね、これも私が G 引きしました。10シリアーロンノラ。なんかアーロンノラ。なんだ、この前完封しとったぞ、アーロンノラ。お前らアーロンノラ、ちゃんと覚えてくださいよ、アーロンノラ。いいピッチャーなんです。イニングも食えて、雑三振も取れて、素晴らしいピッチャーなんです、ノラは。そしてこのルイス・ロベルトというね、これこれもトッププロスペクトで、最近でももうメジャーで普通に試合出てるけど、まだちょっと物足りない。まだ OPS7 とかそんぐらいだったんで、8、9ぐらい打てるようなポテンシャル秘めてると思うんでね、20シリの。お願いしますよ、ルイス・ロベルト。はい、これ最後の山ですね。長川のね、引退、赤別球児のところね。本当はもっと投げとる時のね、縦島ので、がっつり足、ノーラン・ライアンバリに投げとる時のカードが欲しいんですけど、なかなか見つからんのですよ。あっても高いしね、昔のサインカードってなんか高いよね、BBM の。なんでなんだろうね。で、これはノリさんのね、まだ PS に出してない方のね、サインカードです。ノリのサインカードなんぼあってもいいですからね。これも25シリ。で、これ地味にお宝です。吉田正尚のね、ルーキーエディションプレミアムのね、ルーキーの時のね、サインカードです、これ。これはなかなかいいんじゃないでしょうか。ちょっとここがね、シールではみ出てるのがあるので、ちょっとコロナ禍終わったらシールサインやめてほしいな。もう、全部自覚にしてほしいわ。そっちの方が嬉しいしね。77シリの44ということでね。34だったら、ジャージナンバーでしたけど、惜しい。まあ、最後はちょっと遊戯王になりますけどもね。野球じゃないですけど、ブラックマルシャン。これもね、地引きしたんですよ。これ昔まだニコ生でしか俺がやってない時に、ニコ生の、デュエリスト、これが入ってるボックス、遊戯のデュエリストパック3、3箱開けるぞみたいな配信でね、地引きしたんですよ、配信で。今もう、残ってない。俺もね、ちょっと録画、ダウンロードするの忘れとったんでね、もう、あれを見てくれとった人が今いるんでしょうか。はい、まあ、いかがだったでしょうか。私の防湿ことね、その中のコレクション紹介動画でした。はい。まあ、こんな感じでね、こういう、僕は野球とね、こういうカードが大好きなんでね、はい。月160時間残業してね。はい、そのように身を粉にして得た賃金でね、こういう野球カードとかね、アダルトビデオをね、買っているね、24歳のね、社会人です。カードの開封とかもね、今後考えていきますので、ね、ゲームとかもいろいろやっておりますので、そんなね、クズでもええやんと思った方はね、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。本日はね、カードと金玉の裏が湿ってくる嫌な時期スペシャルということでね、約20分ぶち抜きで、お送りしてまいりました。わーわー言っております。お時間です。だよな。